さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々は元気にさせていただいてます。いただいてます。元気です。やってくれてます。やってくれてましたね。ありがとうございます。はい、ちょっと乗り遅れそうでしたけど、はい、いいんですよ。突然ですがお二人、はい、これまでに何かこう表彰されたり受賞されたことってありますか。表彰して優勝したとかっていうのはあるけども、小さい時に図画工作で紙粘土でお父さんの顔って作ったの、うん、それがいけちゃってなんとか賞もらいましたよ。なんとか賞。それは紙粘土で、でうちの味はこういう髪型してたからキャスケットとかかぶって、それをこうやって作ったら、これね僕の一番最初の賞じゃないかな。なんか芸術的なのを作りそうでいらっしゃいますよね。いや僕そう見たかった。その時だけは器用だったんだね。いやその時だけじゃない。親父の鼻こんなのって感じね。なんかありますか。いや私も実は絵で、絵で、そう絵でもらったことがあって、ちっちゃい賞ですけど。お母さんの顔。違う、そう寝相行けばよかったんですけど、なんか消防団の絵を描いたんですよね。そしたらなんかその賞をもらったことはあります。もうああいうのがポスターになるところがあるもんね。そうですね。なんか水バーって出てる。ああそんだけ、あそうでしょう、元気はありそうだもんね、はいはい、勢いだけはあります、はい、勢いで取った賞ですはい、ね、表彰されるって嬉しいですよね。嬉しいです。そこで今回まずご紹介するのは、住まいの外装リフォームなどで数々の受賞歴を残されていますこちらの企業様です。住まい、それは多くの暮らしを支える私たちにとって欠かすことのできない存在である。しかし生き物と同じように住まいという存在も長い年月を共に過ごす中、限りある命を少しずつすり減らしている。そんな人々にとって大切な住まいに新たな息吹をもたらす企業がここにある。株式会社シンライズ、代表取締役芦峰亮、支店長代理芦峰明。東京都小平、調布、町田を中心に暮らしのメンテナンスパートナーとして愛され続ける株式会社シンライズでは、お客様にとって心地よい空間を追い求め、住宅にまつわるさまざまな事業を展開。信頼と情熱の思いを持ったサポートで住まいの新しい物語を生み出し続けている。今回は芦峰亮、芦峰明をスタジオに招き詳しく話を聞いた。まずは信頼図様の業務内容について教えてください。はい、はい、私どもはですね、東京都、小平市、調布市、町田市にお店を構えてまして、建築リフォーム業をメインとしてやらせていただいてます。最初にお伺いしたいのが、うん、芦峰さんという名字が、はい、ね、珍しいですよね、はい、父母が沖縄県出身 で、はい、で私は小学生から、はい、東京の小平市っていうところに、はい、まあ、それからずっと小平で育ってるんですが、沖縄県出身の、はい、まあ、沖縄ではそんなに、那覇空港を降りてですね、はい、一番最初の信号が芦峰という交差点もあるぐらいですね。あ、そうでしたかね、はい、沖縄県人の方は分かる名前です。芦峰、赤峰、与那峰、はい、そうですね、峰がつくのが多いですね。なるほど、はい、沖縄っていうと海が綺麗そうですね。海もそうですね、温暖だしね、はい、よくキャンプから何から行きましたよ。あ、いいですね。はい、行きました行きました、うんうん、でもお育ちは小平の方で、こちらですもんね。そうですね、はい、ただすごく名前が自分自身もすごく気に入ってまして、うん、沖縄県にも2年に1回ぐらいはお墓もありますので、墓参り行ったりしょっちゅう行ってます。お父さんも僕もなかなか行かないか。もう完全に僕東京都出身なんで。そうでしょうね名前だけ。ああ、そうか。
そうなんですね。あのご長男から見てお父さんどんなお父さんですか？そうですね、もう本当にまあ仕事一本です。あの、まあ、若い時というか今はだいぶ落ち着いてきて、あの、まあ本当に今歌歌ってるからね。そうですね。まあ仕事一本でずっともう建築リフォームでやってきたのを僕まあずっと小さい時から見てたんですけど、まあその中でも忙しい中で帰ってきて、でそうするとやっぱり子供たちがあのうち、まあ、実は後で出てくるかもしれないんですけど、うん、6人兄弟がいる。6人の、はい、6人兄弟長男坊です、はい、素晴らしい、そうなんです。なんでまあそれみんながあの集まってくるぐらい、あのまあ一応普段はまあ優しく時には厳しくあっていう形のまあ父かなと思いますね。メリハリの効いたね、そういうことなんですよね、はい、男3人女3人ですね、はい、素晴らしいこの時代に社長はい、やりましたね社長、ありがとうございます。いや今日そういう話もう子育てここぴったり合うよ、ここはここは本当ですね、一応半分の3人しかいませんけどもね、なんていやいやいや3人でも多い方なんだけども、そうですよね、はあ、大好きですね、楽しいですね、趣味が、子供子育てというのもありますね。そうですか、はい、すごいこうやってお話ししてるといいパパなんだろうなって、そうそうそう、温かみがありそうだね。そうですね、ありがとうございます。続いては社名であるシンライズに込められた思いを足峰に聞いてみた。あの今13期目になりますけども、うん、でもすごくやっぱ信頼を一番のメインとしては重んじる会社ということで、一応3つの意味をあります。でシンライズのシンっていうのが新しいことへの挑戦、うん、で2番目がライズという上昇し続けるっていう意味ですね。で3つ目が全ての人に信頼を重んじる会社を作りたいなと思ってその名前を付けました。音と響きと全部造語になって信頼図、はい、でもカタカナだからな、どういうあれから来てんのかなと思ったら、うんね、しっかり日本語もびっちり入って、そう英語もびっちり入って英語もびっちり入って、はい、素晴らしい名前だなこれね。そうですね、お客さんにもやっぱりあの理解していただきやすい覚えやすいお名前ですね。日本語として覚えられるもんね。そうですね、やっぱそれが商売の上で一番大事ですか、信頼が、はい、信頼が、一番大事だとすごく思って独立しました。うん、はい、独立されてからは実際にたくさんご苦労などあったんじゃないですか？そうですね、独立して最初の頃は、感じたのはやっぱ経営者の素人なんで、やっぱ財務状況とかそういうものも予算組とかそういうものが全然やっぱ下手だったというか、で今は少し余裕ができまして、本当の意味 の顧客満足度とかそういうものを、会議とかで打ち合わせするようにはなってきましたね、はい。そんな中現在信頼図様が力を入れている事業は何ですか？はい、今13年目になるんですが、今まではずっと網戸の工事から、はい、増改築までいろいろリフォームっていうリフォーム、はい、すごく広い形で反響営業でやらせてもらってたんですけど、2年半ぐらいに、外装専門店っていう外装に特化したあのリフォームを、ボランタリーチェーンということでフランチャイズではないんですがボランタリーチェーンということで全国加盟店が今64拠点ありまして、そこに約2年前から加盟することによって、今だいぶ成績が上がってですね、外装専門店の方に今すごく力を入れているような感じです。そのトロフィーですね、はい、外装アワード2016最優秀店舗外装町田店ということで、はい、塗装販売優秀店第1位だそうです。ミシェルさん素晴らしいよね、素晴らしいけど、はい、おめでとうございます。でかいトロフィーなんてなかなかないよ、何個分っていうぐらいありますよね。ボクサーが世界チャンピオンになってもここまででかいのないよねいや本当ですね、すごい外装内装の関係かみたいなジャンパンタワーのような立派なはいトロフィーですけれども、塗装販売最優秀スタッフ第1位の実績も残されているそうで、うん、本当大変素晴らしいですね、はいはい、おかげさまでダブル受賞ということでお店部門1位と、個人部門1位ということ で昨年は第2位だったんで、こちら のトロフィーっていうか、あ、そうなんですか、はい、あ、2位はこれで1位これですか。そうそうなんです、はい、随分じゃないだね、あ、そうですか、はい、じゃあもう1位になって満を持して出演してくださった。そうですね、ということですか。まあ、いろんな方々のサポートのおかげということで、まあ、何よりも小平地域、うん、調布地域、町田地域 のお客様のおかげで、1位を勝ち取ることができたんで非常に嬉しく思っています。
多くのお客様から信頼を築いた株式会社信頼図。その裏には重要なある3か条が存在していた。信頼図には信頼を得る3か条があると伺いました。ズバリ何でしょうか？まあ、非常に大事な3か条になるんですけども、一応一つ目が、日本一のヒアリング力というのが1番目ですね。ヒアリングね。で2番目が日本一の提案力、で3番目が日本一の守る力ということで、その3つをですね、非常に教育でうるさく言わせてもらってます。で1番目はやっぱ結局お客さんからの要望をどれだけ把握してどれだけ実行に移せるかっていうのが、この建築リフォーム業では一番大事になるんで、やたらとこうバーって喋ってくる人じゃなくて、まず受け止めて聞いて、何を要望されてるのか聞いて、そしてそれを日本一良くしていこうということと、2番目は提案力なんで知識力にもなってくると思うんですが、お客さんから聞いたものをしっかりとどう提案をどうこう手をつけていくかっていうことをお客さんにどう伝えるかっていう部分が2番目ですね。で3つ目が、当たり前のことなんですが、時間を守るとか、責任感を持って、きっちりお客様の工事を最後の最後まで、小さな約束大きな約束、いろいろあると思うんですけど、その責任感をつけていくっていう、そこを徹底的に会社の中でもミーティングをしたり、いい勉強をさせていただいてます。はい、もうまさしくなんていうのか、社訓的な、それをやってると会社の雰囲気ってこうなるなっていうのは分かりますよね。ね、もうこういう方々がおられないとそういうことはなんないでしょう。ガチャ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 ザーッとしててさ、一方的に攻めててもダメだし、仕事欲しいが上にわーってやっててもダメだし ね、はい、落ち着きがあるもんね。非常にね、本当にお話ししてても信頼を感じます。もうこうやってね、信頼図として社会貢献などは何かされているんですか？そうですね、毎日なんですけども、うちは出社してから約30分間毎日掃除をさせていただいてます。でお店の周りの道路、外の掃除をゴミ袋を持ってですね、全員スタッフできちっと、まさ朝毎朝大掃除をしているような感じなんで、非常に大通り沿いにお店があることが多いんで、非常にコマーシャル効果は結構高くて、以前のお客さんはいつも朝出社するときに見るよっていうことで、非常に何社も見積もりを取られていたお客様なんですが、やっぱ掃除してる姿勢は非常にいいんでということで、うちに決めていただいたお客さんもいらっしゃいます。まさしく信頼ですよな。信頼よ。そういうところから見えますね。本当だね。今後の展開などはありますか？そうですね、今一番の思ってることが、いろいろ広告費、新聞の折り込みのチラシを入れたり、ウェブホームページにお金をかけたり、すごくお金が今かかる時代なんですね。そのお金を、今の広告費を半分にして、お客さんがお客さんを呼んでもらえるような、それで売り上げを2倍にしていけるような会社運営をしていければ一番いい方向に行くんじゃないかなというふうに思います。口コミだよね。はい、商売って怖いもんで、いい方も悪い方も口コミだからね。いや、見ます、何でも選ぶとき口コミ、ね、人のね、お世話になった人の意見がどういうふうに載ってるかって見るでしょ。見ます、やっぱそこですか。生涯のパートナーとして人々の住まいを見守り続ける足峰亮、そんな男が胸に留めた格言とは？いつもですね、ここに書いてあるんですが、全ては、信頼のためにというキャッチが、格言が大好きで、それをメインにした、会社作りをしていきたいなと思ってます。もう本当に書かれてるね、ここのところ七七ね、はい、この全ては信頼のために、株式会社信頼図って書いてある、ね、いつも胸に留めて忘れないようにされてるんですね。はい、いや本当に今日は温かいお話をありがとうございました。はい、今後にまた期待しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
生続いてご紹介する企業さんなんですが、うん、その前にお二人は絵を描くことはお好きですか？もし動いたらどうですか？これは楽しいと思うね。楽しいですね。こういうところにある絵が動いたりしたりでも楽しいもんね。それこそ自分のキャラクター描いたキャラクターが動いたりなんかしたら感動ですよね。嬉しいですよね。そこで、うん、次にご紹介するのは創業45年、時代に合わせて急成長を遂げていますこちらの企業様です。今からおよそ3年後、日本の教育界にある変革が訪れる。それは情報化が急速に進む現代に合わせたプログラミング教育の導入である。今や私たちの生活のあらゆる局面を支えるインフォメーションテクノロジー、その未来を担う技術や知識の礎を生み出し続ける企業がここにある。アンドール株式会社代表取締役社長和田義明、プロダクツ事業部取締役宇都宮光弘。ものづくりを原点とした総合的なエンジニアリングサービスを展開するアンドール株式会社では、2次元から3次元へと大きく変化する時代の中、求められたニーズに対応するだけではなく、先を読んだビジネスを提供することで技術者となる未来の人材の育成にも全力を注ぎ続けている。今回は和田義明、宇都宮光弘の2人をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。 CAD のソフトメーカーとして歩んでくる傍らですね、時代の流れとともにソフトウェア開発の技術をどんどん蓄積しまして、それをもとにいろんな分野のソフトウェア開発、これは受託の開発であったり、あるいは各企業さんの要望に応じて技術者の派遣であるとか、そういうエンジニアリングの需要も拡大してまいりました。45年前と今のその仕事の内容っていうのはだいぶ変わりますよね。そうですね。一緒なんですか？いや、時代の流れのため、今はすごいですよね。そういう求められてるものが、この時代技術の進歩も、そうですね、設計だとかなんとかの方もね、プログラミングも変わってきますよね。そうですね、はい。ですから具体的に私どもの、状況で申し上げますと、30年前って言いますのは、はい、設計もですね、それこそ手書きで設計をしてたような時代をですね。そうだよな、手書きか。そうですね。それをコンピューターのソフトを使って、はい、設計をするというふうになったのがCAD ソフトなんですね。そうですよね。なるほどなるほど。じゃあちょっと順番に伺っていきますね、はい、まずその何年前から CAD ソフトの方を製造されて、はい、出荷数はどのぐらいになるんでしょうか？そうですね、正式に申し上げますと、自社の製品で、その今現在に至る CAD スーパーシリーズというのを開発して販売しましたのが1985年ですから、32年前ということに、32年前、はい、なります。で、今日まで、延々と開発を続けてまいりまして、今もつい先月ですね、新しい新バージョンを発表させていただいたばかりです。すごい。開発しておりますのが、ブロックメーカーと、ブロックですか？そうですね、申します、3次元のモデラーソフトって言うんですけども、 3D プリンターで、出力できるような立体的なモデラーをパソコン、コンピューターの中でですね、作るというソフトの開発を今力入れてます。で、それで実際に出力したのがこの目の前にある。あ、それでこれなんだ。これで飛行機ですよね、これ見てもね。そうですね、ね、これが 3D プリンターの中から出てくるんですって。出てくるんですか？そうなんです、はい。信じられないけども現実です。現実の話です。そもそもどうしてこういった事業を、はい、
これはですね、もともと CAD のソフトを開発してたんでございますが、私がちょうど社長として就任しましたのが1年半のぐらい前なんですけれども、初めて就任しました時に、弊社は300人ぐらいの規模の会社なんですが、そのうちの 90% がシステムエンジニアと言われるエンジニアなんですね。 90% も、はい、でその方たちとですね、いろいろ会話をする中で、やはり会社をですね、いい会社にしましょうと、やりがいのある会社にしましょうというような中でですね、社員の皆さんにとっては何がやりがいのある会社、あるいは誇れる企業ですかというようなことをですね、いろいろこう議論したりする機会がございまして、でその中でですね、やっぱり一番多かったのが、やはり有名な企業、社名である、あるいはそのためには有名な製品があるというようなことがですね、やっぱり一番多かったんですね。はい、でちょうどそのタイミングでですね、次の製品を開発するには何がいいだろうということで、はい、それで、はい、それでですね、その 3D プリンターに関する 3D の技術を使ったソフトを開発しようということで、このブロックメーカーというものの開発がスタートしました。ほう、なるほど、すごいね。いや、で、その3D プリンターを使った、はい、そういう商品を打ち出されているってことなんですけれども、はい、どういう方に向けた事業になっているんですか？これはですね、もともとその 3D プリンターっていうもの自体が、やっぱりその製造業の中でですね、より素早くデザインができて、より試作品ができてというような、そういうことでですね、 3D プリンターはスタートしてるんですが、はい、ただ私どもがですね、今回開発してますのは、2020年からですね、全国の小学校の授業の必須化でですね、プログラミングの授業をやろうということに先駆けてですね、この 3D の技術を使ってプログラミングの教育ができるようなですね、ソフトの開発をしていると、こういうことでございます。ミシェルさんの小学校の時ありました？そんなの全くありませんねえ、私はホームページ作ったぐらいですね。プログラミングを小学生がやるのはどういう背景があるんですか？そこですね、ただ2020から始まるんだ。はい、背景としてはやはり将来世界的に IT 技術者が不足しているっていう今現実があってですね、そういったものに向けて、海外欧米を中心にですね、プログラミング教育っていうのが、IT 技術者って不足してるんですか？これからどんどん世の中がですね、はい、IT 化していく時代っていうのは見えてます、はい、人工知能とか、はい、そういったものがどんどん発展していくっていうのは分かってる状況なので、はい、そういったものをの将来だってくると、もっともっと IT 技術者が必要になってくるっていうのが世界的な流れで、それで子どもたちから、そうですね、それで子どもたちに対して IT をもっと親しんでもらうためにということで、学校教育にそういったものを導入しようというのが、国というか世界的な考え方の一つの流れですね。で、我々の、僕もちょっとだけ教育に携わってるんだけど、聞こえてきてはいるのよね。そういうことをしていかなきゃいけないんだとか、どういうふうにして事業の中に入れていくとか、それは20年からもう始まるんですね。ここで小学校の教育現場にカメラが潜入。子どもたちに話を聞いてみた。楽しいです、好きに動かせたりするのが面白い。初めてやるけど、なんか簡単にできて面白い。普段はそんなにしないから、ここでやれると楽しい。こういう機会があると楽しい。日本だけでなく、今や世界の教育を担うプログラミング教育、その重要性について改めて聞いた。プログラミングというか、ソフトウェアの勉強だけではなくて、プログラミングを通して考え方を学ぶっていう形になりますので、論理的思考というんですけども、物事の問題解決をしやすくするための、頭の整理をしやすくするための授業ということなので、考え方を学ぶっていう形になりますので、それは全てにおいて
あの役に立つっていうことなので、いろんな意味で思考能力がまあアップするっていうことなので、まあ一部はプログラミングで、一部はやっぱり普通のお仕事でいいかと思いますけども、はい、そういうのがまあ目的ですね、はい。ここで宮沢ミシェルがブロックメーカーに挑戦してみた。これを、それをこれをそう、もうちょっと上ですね。あそこです、そこです。ここですか？もうちょいもうちょい上。もうちょい上。もうちょい、左ですね。そのはい、そこです。はい、それでいいです。ああ、はまった。それでいいです。それこれはずっと繰り返すということなので、はい、でもう一回実行を押していただいて、もう一回でもう一回押していただくと、行くぞ。何かが壊れる。というと先ほどのことをずっと繰り返すので、常にこういう回転してる。すごい。これが、まあ、らしいですね。はい。未来の人材育成のため、その礎を築き続ける、そんな男が見据える今後の展望とは。では宇都宮さん、今後の展開を教えてください。はい、ブロックメーカーに関しましては、小学生のプログラミング教育これからやということでソフトを開発していくんですけども、小学生の方にその 3D CAD、 3D の技術を使ったソフトを触ってもらうことで、まあ、3D ネイティブな人材の育成というものをやはり目指して、まあ、いくいくはその人たちが日本の製造業を支えていく、まあ、過程というか、まあ、スタートになればなと思っておりますので、まあ、そういった形でいろんな意味で日本の産業ですね、アンドロイドとして支えていきたいと、まあ、いうふうに考えております。はい、ありがとうございます。それでは最後に和田様、格言を教えてください。なせばなる、なさねばならぬ何事も。ならぬは人のなさるなりけりということで、いつも会議の時にもそういうことを言いながらですね、頑張って開発をしていこうというふうなことで取り組んでいます。素晴らしい、ね、本当に夢のある話、未来の話、本当にありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション。仕事のしすぎで彼女いない歴8年の34歳の E さん。メールでのフォローをうまくした途端に複数の美人から付き合ってほしいと告白される。とお客様の実績を簡単に紹介しましたが、私は東京、名古屋、大阪に結婚相談所を経営しており、心理学を恋愛に応用した結婚コンサルタントをしています。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、モテるメール術。この本を書いたのは結婚コンサルタントの白鳥真希さん。メールを送るときに使ってはいけない DD 言葉、自信がない人が傷つかずに告白する方法など、今日から使えて明日には結果を出せるという方法を書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。